デニス・コンスタンチーノビチ・ボヤリンツェフは、現ロシア・モスクワ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF と WG。ボールコントロール能力とハードワークが持ち味。サトゥルンでのボヤリンツェフ1978年、現ロシアの首都であるモスクワで、ボヤリンツェフは、生まれ、地元の小さなクラブのスメナ・モスクワで、サッカー選手としてのキャリアを始めた。1997年、メフィーモスクワに移籍。1998年、ロシアセカンドディビジョンウラル所属の FC のスタ、ノボトロイツクに移籍。クラブは翌年のリーグ戦で1位となり、昇格を果たす。2000年、ボヤリンツェフは、ロシアファーストディビジョンで40試合中36試合、そのうちの34試合でフル出場するなど、レギュラーとしてプレーしたが、クラブは20チーム中16位で降格した。2001年、ファーストディビジョン所属の FC ルビン・カザンに移籍をして、2002年にルビン初のロシアプレミアリーグ昇格に貢献した。2003年3月16日、第1節の PFC チェスカモスクワ戦でプレミアリーグデビューを飾った。リーグ戦では7得点を挙げ、クラブ3位躍進と、UEFA カップ出場権獲得に貢献。2004年8月12日、予選2回戦の SK ラピードウィーン戦で、欧州カップ戦デビューを果たした。2005年、強豪クラブの FC スパルタクモスクワに移籍を果たすも、無難な成績に止まった。2007年12月、FC 新肉ヤロスラブリ。2008年12月25日には2年契約で、再びスパルタクモスクワへ移籍をした。2010年1月15日、サトゥルンラメンスコへと1+1の契約をして移籍した。2011年1月12日、FC ジェムチュジナソチへ移籍した。1992年から2002年までの期間に、ロシア代表で6試合に出場した。UEFA ユーロ2004では代表候補に上がっていたが、重要な2人の DF の損失によりただでさえ薄い、守備の層がさらに薄くなり、すでに形成されていた MF 陣の中でサブであったボヤリンツェフが外れ、クリリやソベトフサマーラ所属のアレクサンドル・アニコフが選ばれた。ありがとうございます。